手がかりなしか。手口が同じである以上、黒幕がいないはずはないんだがな。お、あれは…手作りチーズケーキの屋台か。ちょうどいいや、土産に買っていこう。ごめんよ、ケーキ2つおくれ。いらっしゃいませ。あと一つしかないんですが、構いませんか？ああ、一つだけか。切り分けるにしても、みんなで食べるには小さいな。とはいえ、せっかく来たんだしな。買わないってのもあれだよな。いや、でもな、さよたんに持って行って、ふみこたんに持って行かないってのもな。なあ、めいちゃんもいたな。甘いものを好きそうだし、いっそ事務所に持って帰って、おっさんと二人でわびしく食うかな。いかがなさいますか？よし、決めたぜ。ごめんな、待たせて。ありがとうございました。さて、いっぺん引き上げるかな。ただいま。おっさん、メイちゃんいる？何か手がかりはあったのか？いや、何にも全然。しょうがないから土産にケーキ買って帰ってきた。こっちも噂の発信源は手がかりなしだ。たまには甘いものも悪くない。そんな気分だ。よこせ。おいおい、これはメイちゃんへの土産だぞ。俺は朝から何も食ってない。俺はフミコたんとこで食ってきたからな。その差は甚大ってことだ。だから私がご飯を作りに来てるでしょ。お、サンキューな、メイちゃん。これ、お土産のチーズケーキだぞ。わあ、本物のお砂糖の匂いだ。こないだのケーキもそうだったけど、すごいね。ありがとう、コウタロウお兄ちゃん。そんなに喜ばれるとは思わなかったな。でも、ただでもらうわけにはいかないの。あ、そんな気にしなくてもいいぜ。もらうだけはやめようってそう決めたの。だからね、お返しをするの。はい、どうぞ。これは？幸運のお守りよ。きっといいことがあるの。へえ、ありがとな。大事にするよ。頼む、そろそろ何か食わせてくれ。このままだと探偵さんが倒れちゃうから。お兄ちゃん、ちょっと待っててね。チーズケーキはデザートにしましょう。じゃ、始めようか、さよたん。
しくご教授ください。じゃあ最初の文から行くぜ。はい。そうだ、高太郎さんと二人きりで同じ部屋にいるんだ。 I want to eat a sweet cake。 前回の復習だから訳してみてくれ。二人きり、高太郎さんと…さよたん、おい、聞いてるか？はい。それは、俺は偉いのだという意味です。違いますか？ほら、ここ。愛が主語だろ。意味は、私だよな。で、述語が…また、高太郎さんを意識すると、何もわからなくなる。おーい、さよたーん。すみません。結局、ほとんど進みませんでしたね。まあ、焦ることないさ。そうだ、教科書ちょっと預かっていいか？はい、構いませんが。ちょっと、俺なりに要点をまとめてみる。その方が自分の勉強にもなるしな。ありがとうございます。不出来な巫女ですみません。いいっていいって。じゃあな、お仕事頑張れよ。ふぅ、やれやれ、終わった終わった。あら、高太郎。お、海子たん。ごきげんよう、高太郎。いいところに来たわね。ちょっと頼まれてくれるかしら。刑務所のキムにね、荷物を持って行ってほしいのよ。差し入れかい？そんなようなものね。さすがに私では身内の面会で通すには無理がありすぎるでしょ。どうかしら。面倒な手続きはミュンヒハウゼンが済ませてくれるわ。ああ、そうだな。いや、やめとくよ。キムさんに会いに行くときは自分の用事でちゃんと行きたいしな。あら、そう。それならミュンヒハウゼンに名代をやらせましょう。うん、その方がいいんじゃねえかな。じゃあこれはそうするとして、行くわよ。ついてらっしゃい。あ、どこに？察しが悪いわね。今は時間が空いてるのよ、私。買い物に行くから付き合いなさい。でも、俺捜査を続けないと。そんなことは源之丞や高行たちに任せておけばいいのよ。心の余裕がなくなったらおしまいよ。分かったよ。町の様子も見ておきたいしな。そう、それでいいの。それじゃあ出かけましょうか。一体どれだけ買い物するんだ？もちろん私が満足するまでよ。くそ、重てぇ。募金にご協力お願いします。あら、募金ね。あれからそろそろ2年だもんな。行くわよ、高太郎。おう。
募金ですか？ありがとうございます。少ないけれど足しにしてちょうだい。こんなに？よろしいんですか？いいのよ。慈善は貴族の義務であり喜びなのだから。じゃあ俺も。無理に大金を出す必要はないわよ。自分のできる範囲で善意を発揮すればいいの。ありがとうございます。こんなに。つまらないものですけど、これどうぞ。さて、あとは夕食を食べて帰りましょう。うん、賛成賛成。やれやれ、相変わらずガキね。育ち盛りなんだ、しゃあねえだろ。ねえ、光太郎。どうしたんだよ、そんな近寄って。この景色とこの人混みの価値を忘れてはダメよ。うん？深淵を覗き込む者は心せよ。汝が深淵を覗くとき、深淵もまた汝を見る。怪物と戦うことだけを考えている者もまた怪物なのよ。あなたの兄はそうして滅びた。あなたはそうはならないで。そうはいかないわ。これで今夜だけで4匹目。毎晩のように町の邪気が濃くなっていく。いずれこの邪気は町を追い尽くす。そうなった時、私はどうなるの？邪気が溢れるたび、力が戻るのがわかる。戻りきれば、私は。さすがに疲れたな。海子たんのところで晩飯食ってたら、遅くなるのは分かってたんだけどな。体だりーな。今日は早めに寝るか。お、月子？どうしたんだ、こんな夜中に。今からだって。面会時間もうとっくに終わってるだろ。分かってる。だから内緒でね。病院の外で待ってるから。今日はおとなしく寝てろよ。ああ、ダメ。ダメだダメだ。病院の人に迷惑かけられないし、万が一ってこともある。
ないの。こう。気持ちはわかるけどさ。明日、面会が始まったら会いに行くから。それで納得してくれないか。そっか。じゃあまた明日な。うん、また明日。でもお詫びのお土産忘れちゃダメよ。わかったわかった。じゃあな。おやすみ、こ。明日は月子んとこに行ってやらねえとな。ただいまー、おっさん。おっさん。調べ物しててそのままか。俺もこのままソファーで寝ちまおう。今日も光太郎さんと二人きりで全然エゲレス語の勉強にならなかった。どうしてあんな好機を逃すの。触れ合う、抱きしめ合う、それを求めているのでしょ。また私の中から声がする。お前は一体何だというの。私はあなた、あなたの内なる真実の声。もういいでしょ。足しげく義妹のところを訪れ、あの魔女のまるでしもべのように振る舞う。久我光太郎はそういう男。遠慮していてどうするの。兵器としての自分を捨ててまで欲しかったのは彼のぬくもりではないの。毎夜のように世迷子で私を惑わす。違う、お前など私ではない。しなやかな指に見惚れ、吐息がかかるたび胸を高鳴らせた。今日のあなたをもう忘れたとでも。それは違うの。違う。プールサイドで彼と過ごした時、とてもとても幸せだった。あなたが手を伸ばせば、あれは永遠になる。それは許されないこと。決して。許されるわ。彼が許してくれる。神なのだもの、あの人は。いいわ、せいぜい痩せ我慢を続けなさい。どうせもうすぐ私はあなたにとって変わる。漆黒の月が昇る夜が来るわ。光太郎さん、助けて。頭が痛え、体が重て、こんなの俺の体じゃねえ。夏だからって事務所でそのまま寝るんじゃなかったぜ。バカは風邪をなんとやらってのは大嘘か。